CRS のウフゴド小牧です。よろしくお願いいたします。今回、2024大阪オートメッセ今初日に来てるんですけども、開催日が2月の10日、11、12、土日、祝と3日間開催されてます。ですが今日初日になるんですけども、来場者としては非常に多いです。じゃあ早速キャラバンのブースの方をご案内させていただきます。はい、早速なんですけども、こちら、カスタマイズコレクションキャラバンのブースになるんですけども、こちらの方にですね、弊社オリジナルのキャラバンのデモカ展示させてもらってます。で、カスタム、外装のカスタムでいうと、黒のボディに対して、今回ですね、アッシュグリーンメタリックっていう塗装を入れてあるような形になります。で、フロントから見ていただきますと、こちらですね、 SX のフロントのバンパーガードがついている状態になってます。あとインナーブラック、ツヤありの黒に塗装されてあったりとか、ツヤありのブラックにグリルを塗装しているという形になります。で、ちょっと横の方を見ていただきますね。こちらがですね、新作の ENCS のアルミホイールが装着されているような形になります。こちらが16インチになります。で、あとが、こちら SX のリーガルフェンダーバージョン2、バージョン1に関しては下がり白 20mm あるんですけども、こちらは下がり白なしのタイプになります。ですので4駆ワイルド感を見せるためにちょっと下がり白がない状態になっています。あとですね、こちらの車に関してなんですけども、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、外装後ろのリア5面のガラスは緑のフィルム施工がされている状態になっています。あとオリジナルのサイドステッカーが貼られているっていう形になります。で、あとこのまま後ろ、見ていただきますと、内装でお伝えさせてもらうと、後ろですね、床のフローリング施工がされてあったりと、今回参考出品になるんですけども、こちらも弊社オリジナルのアルミステップカバー、はい、こちらがちょっと照明がついてるんですけど、今回参考出品という形でさせていただいております。こちらも弊社オリジナルのベッドキットになるんですけども、今回ですね、僕ちょっとこの車を手掛けさせてもらった時に、ちょっと生地とかステッチとかっていうのを選ばせてもらって、今回オーダーになるんですけど、ベッドキットオリジナルで作らせていただきました。はい、ご要望があれば作ることももちろん可能です。後ろのバックドア側にしてもガンメタに塗装されたりとか、あと後ろこちら、ラッピングになるんですけども、ラッピングをしてます。はい、で、キャラバン純正のエンブレム、ね、なんですけども、通常メッキなんですけども、これも前のバンパーのグリルのワンポイントで色入れさせてもらってるんですけど、それと合わせてるような形になります。こちらですね、上にテントの方も付けさせていただいてます。はい、ジェームス・バロードさんの、上のテント付けさせてもらってます。で、今回カラーが、ボディに合わせてブラックを付けさせていただいてるんですけども、カラーラインナップもございますので、お気軽にお問い合わせいただきたいのと、あとですね、上に換気扇と照明も付いてます。これが電池になるんですけども、照明つけたり換気扇回したりということもできますんで、この辺もお気軽にお問い合わせいただけたらなと思います。あと先ほどお伝えさせてもらったシートカバーですね、こちらもオーダーで作らせていただきました。もちろんご要望があれば製作も可能になります。で、あと弊社オリジナルのアルミのステップカバーですね。はい、で、あとフロアマットと、あとこちらセカンドキャビネットですね。こちらも、今回、オーダーで作っていただいたという形になります。はい、で、もう一個お伝えさせてもらいたいのが、こちらの車ですね、ナビがアルパインさんのナビがついてるんですけども、オプティム8っていうスピーカーシステムが組み込まれてます。こういう形で LED のリング、これも弊社オリジナルで今回作らせていただきました。今が 100% 光っている状態になるんですけども、扉を閉めるともちろん現行します。ですが、後ろに乗っている方が眩しいってなった場合はスイッチで消すことも可能になります。こちらですね、助手席を見ていただきますと、助手席の方にもオリジナルのセンターコンソールボックス、ギャップレスクッションですね。で、同じようにシートカバーも製作させてもらっているということと、あとこちらですね、 SX のシートベルトパッドも装着されています。同時にフロントにも天井スピーカーが組み込まれています。
今まで従来であればハイエース用っていう形でアシストグリップ SX ビレットアシストグリップっていう商品があったんですけども、今回キャラバンにも出ましたんでキャラバンにも取り付けさせていただいているっていう形になります。はい、こちらのパーツでですね、気になった方ですね、こちら3号館になるんですけども、 CRS のブースが4号館になりますんで、そちらの方に行きましょうか。はい、行きましょう。こちらがですね、CRS のブースになりますんで、まっすぐ隣になりますんで、お気軽にお問い合わせいただきたいのと、先ほど、お伝えさせてもらった、キャラバン用のハイグレードセンターコンソールですね、こちらの方に展示の方もさせてもらってますんで、はい、その他キャラバンでお伝えさせてもらったリーガルフェンダーアルミホイルですね、その辺に対しても気になった商品がございましたらですね、どしどしとお問い合わせいただけたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。